はい、じゃあそれでは皆さんお寺の壇上へ上がっていただいてですね、お願いします。どうも皆さんありがとうございました。お前入ってますかね。これからはですね、立浪フォーラムを始めたいと思います。一応30分しか時間がちょっとありませんので、30分を有効に使っていきたいと思います。藤原さんから、3万8000人のインバウンドの実況を話していただきました。加山さんからはですね、歴史的な文化遺産を掘り起こしながらいかにその観光さんにつなげていくかという実例を話していただき、大学院さんからはですね、非常に新鮮な視点でですね、日本の棚田とかですね、街並み、そういうようなものを外国人の視点から利用するに、私たちあまり考えないような視点を発表していただきました。で最後に、山本さんからアフターコロナの時代の観光についてですね、示唆をいただきましたので、これからですね、この4人に、中心にしてですね、討論を進めていきたいと思いますが、共通して多く出てきたのはインバウンドの問題が、コロナの問題があるんですが、その辺の問題のですね、ところを一つのちょっと話の軸に、据えていきたいと思いますが、出だしをですね、平さんお願いしたいなと思います。はい、高校生みたいな、はい、これからの、はい、これからの、非常に大きな、昨日の、ニュースでオーストラリアが海外旅行を始まるのが、おそらく来年のこの頃なんじゃないかという、ニュースがあったので、一番とりあえず団体はより多分個人客から始まるかと思いまして、でなおかつ近場の台湾とかというところから始まるかと思いますので、うちのピアノは今までは2、3割のお客さんが海外からだったの で、海外のお客さんのうちみたいなところにのメリットは予備関係なく動くんで、結構平日の活動があったんで、今は、もう日本国内のお客さんでどうしても土曜日で週末で集中になってしまうので、インバウンドが日本世界の中で日本はまだ安全の方ですから、あるデータによると海外旅行がまた できるようになったら、まず行きたい国のランキングとしては日本が結構上の方に上がっているので、個人客から始まるでしょうので。あともう一つ、バックパッカーたちは、もともとワイルドな旅行する方が多いので、この方々はおそらく、少しリスクがあっても動くかと思いますので、この松代はバックパッカー用なゲストハウスは2軒かなありまして、その意味で立場が強いかと思いますので、そのバッタカたちは、来てくれるのはありがたい反面、お金を落とせない反面もあるんですけど、でもね、SNS で宣伝もしてくれるので、そのバッタカたちをどう、お迎えできるかというのは一つ課題かなと思います。はい、ありがとうございます。最後に会場からもですね、ちょっと質問を受け付けて意見交換をしたいと思いますが、松代のですね、インバウンドの補正みたいなことで、加藤さんどうでしょうか。はい、ちょうどサラダ丸があったときに松代駅舎でですね、観光案内をワンデでやっていただいたんですけど、その時にどこから来ましたかっていうアンケートを随分取ったんですね。で、かなりその時にはバスに乗ってですね、長野駅から、駅舎の前のところで降りて、そして観光案内所的な場所駅舎に寄ってですね、アンケートに答えてくれまし
そうしますと、欧米の人が随分多かったですね。ヨーロッパ、アメリカ、もっと中国系っていうのはアジアからの人が多いかなと思ったけども、そうでもなかったんですね。で、これどういう傾向かなと思ったのは、やはり末書のある武家文化っていうんですかね、そういう欧米から見た場合に武家文化がきちっと残ってて、町並みも残ってて、そういう伝統もあるといったところの魅力で惹かれてきてる部分もあるんだなというふうに思いました。で、今日文部学校等を見ていただきましたけども、本物体験ができる、今日見ていただけなかったのはですね、法律体験とかね、バーチャル的な体験ができる場所もできたんですよ、もう一箇所。で、そこだとですね、明治時代の江戸時代末期のひなわり、あるいはまたですね、スペンサー流ですか、ああいったものをですね、実際にこの本物に近い形のものを体験できるといったようなことがありますので、これは結構海外からの人たちには喜ばれるかなと、そんなふうに思ってます。ですので、やはりこうおもてなしっていう部分ではまだまだ、英語のお互いにもうちょっと勉強しなきゃいけない部分もあるんかもしれませんけども、そういう気軽に声かけていただきながら、こちらも声かけるというような雰囲気が出てくるとですね、海外からの受け皿も随分と将来的には有効じゃないかな、そんな感じはしてます。はい、ありがとうございます。じゃあ藤原さんにですね、今後のその今3万8000人のですね、インバウンドをさらにこう増やしたり拡大していく、そういう方策等で今考えているようなことがあったらお話し願いたいと思います。はい、ですね、自分たちのところについては個々に宣伝をしているということは全くありません。ただ海外の旅行、海外の人たちを受け入れている旅行会社、例えば、熊本にあるウォークジャパンだとか、オクジャパンだとか、あるいは京都のサムライツアーだとか、そういったところの人が会社が呼び込んでいるということがあるんですけども、多分私もいろいろウォッチしている状況から言うと、来年の4月頃からですね、その旅行会社を通じて非常に多くの人たちが今予約が入っているという話を聞いております。で、エアが飛ばなきゃダメなんですけども、飛ぶようになるとですね、必ず復活するという状況にあるということと、その人たちはですね、スケジュールをきちんと決めるんですよ。で、その場合には雨が降ろうと槍が降ろうと雪が降ろうとですね、大概そのスケジュール通りで動くんで、非常に先ほどのウィークデーであってもですね、ウィークエンドであっても来てくれるというのはありますから、そういった面においては非常に、メリットがあるな。ただ日本人はですね、雨が降ると、あ、今日雨降ったらやめようという話になっちゃうもんですから、日本人の動くというのはほとんどが土日祭日に動くということがあって、雨が降るとガタンとしちゃうというのがあるんですけども、そういった面においては外人が来てくれるということはですね、観光地の平準化というのが成り立つので非常にいいのかなと。ただインバウンドに関して日本の国内のですね、環境整備がまだできていないというのがあります。特にこれからワナンバー、要するにレンタルの車で移動するという人たちが増えます。その人たちはですね、宿を決めてなく乗るというのは特徴なもんですから、私どもの掴んでいる範疇でいくとですね、フリーでいろいろなところに動けるというメリットもあると同時に、反面行き当たりばったりというところもあるから、相反するところを気をつけながらですね、それぞれの観光案内所なり、そのセンターでですね、アンテナ高くしてワンポイントクリアができるような体制を作らないと大変かなという感じがいたしますので、そこら辺の整備が必要になるんじゃないかなというふうに思っております。国交省なんかに行っているのはですね、道の駅といろいろあるんですけども、国交省そのものが受け入れ体制とどんどんかんどん言ってるんですけども、道の駅に実際英文のマップなんかないんじゃないですかと。これ道の駅の入り口にですね、入り口出口という表示があるんですけども、インアウトという表示はないよと。それで道の駅の名前すら日本語でしか書いてないと、これは片手落ちだということを盛んに言ってるんですけどもね、なかなかお役にはやらないという状況にあるんで、我々も大いに声を大にしてですね、言う必要があるんじゃないかなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。
それを受けてですね、長野県としてですね、こういうインバウンドに対して今後の方向性で支援策みたいなことを山本さんぜひお話願えればと思います。はい、そうですね、長野県のインバウンド戦略というか方針としましてはですね、まあ、今まで、まあ、去年も154万来ている中でですね、まあ、スキーの目的で来ている、まあ、オーストラリアとかですね、ヨーロッパの方もかなり来ている中で、なかなかやっぱりグリーン機にちょっと長野県が弱いというのがありまして、まあ、今後ですね、そういう中で、まあ、東アジアとかですね、台湾、中国もうマーケット的にはかなりでかくて大事な国産ではあるんですけど、まあ、今後はやはりこう長野県 この自然とですね、この歴史文化この資源の豊富なところをですね、いかにアピールして、まあ、特にこう長期滞在するって地域にお金を落とすマーケット、まあ、特に、まあ欧米豪のマーケットをですね、強化しながら強化してですね、長野県の本物の価値をどんどん訴えていきたいと思っております。まあ、その中ではやはりこの町づくりですね、このつまんを塾が選ばれてますし、松市のも必ず選ばれるかと思いますので、その辺の本物の価値の提供を強化していきたいと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。時間もどんどんなくなってきましたので、次のテーマはですね、要はこの今日話題になっている信州の町並みネットワークはそれぞれの地域のですね、町並みの保存活用を考えているわけですが、これをさらにその観光化してですね、どうやったら人を呼び、そしてその地域の人たちとの交流の場を設けていくかという、そういう視点からお話をしていただければと思いますが、藤原さん、お願いしたいと思います。はい、端的に言うとですね、期待してきたのは何であるかということをウォッチする必要があるよと。で、その人たちがですね、期待してきた通りになっていると満足するんですよね。ところが自分の思っていることと現地が違うという形になるとがっかりという表現になるから、そこのところで非常に大事だということと、絶えずですね、自分たちがやっているのは、何を求めてどうしてあるべきかというのをですね、対面でアンケートを取るということが非常に大事だというふうに思ってまして、このアンケートに関しても日本人ね、アンケート書いてくれること非常に嫌がるんですよ。ところが外人はね、喜んで書いてくれるという、メリットがあるということでですね、一国立場茶屋でお茶をもらって飲みながらですね、アンケート一生懸命書いてくれて、にかっと笑ってですね、書いていくというのがあるもんですから、外人にはアンケート取りやすいということがあるけど、日本人からうまくアンケートを取る方法を考えてですね、アンケートで持って実質 その要求を満たすようなおもてなしをするということが大事かなという感じがいたします。はい、ありがとうございます。非常に大事な視点でですね、本当に日本人はアンケートって真面目に答えないんですね。非常に面白いことがありまして、それで外国の方は非常にリーチに応えていくっていう、世界をいろいろ歩いてみるとですね、外国人とまた日本人の個性が見えてくる。長年ですね、松市をずっと関わってきた茅野さんからですね、今後の松市をどうしていきたいか、そんな思いを聞かせていただきたいと思います。はい、すみません。そうですね、一番感じるのは、地元の人たちが地元のことに誇りを持つっていう観点ですかね。その意外とですね、知らないんですよね、地元のことをね、お互いに。ですので、今日、太田副知事さんもおっしゃってましたけども、本当にこう、自分たちの地域に住んでる、その素晴らしさ、そのことをですね、日頃から体験しながら、記憶しながら、それをこう、気持ちをこう、外から来る人たちに伝えていくみたいな、こんな素晴らしいところがありますよ、みたいなことでもって伝えていけるような、町づくり、心づくり、私どもの名前がですね、夢空間、町の町と心を育てる会っていう名称なんですけども、実は心を育てるっていうのがとっても大事だなということを常に思っています。はい。はい、ありがとうございます。
要は地元の人が地元を知らない、これは本当にですね、どこ行っても言えることだと思うんですね。で、要は地元をもう一回違う視点から見ていく地元学という視点がですね、やっぱり今求められていると思うんです。私が最後に言いましたけども、今地域の中でですね、リーダー役で活躍している人たちは大体60代の後半から80代の人たちなんですね。で、この人たちは日本の高度経済成長以前の生活と以後の生活を両方知っているんですね。ところが60代の前半になると、もう高度成長以後の日本の近代化された社会しか知らないんですね。で、この人たちがですね、経験してきたことをやはり地元の中でしっかり捉えてですね、それを記録化していくということがですね、次世代の町並み保存活用の後継者を作っていく上でやっぱり大事なことだと思うんですね。そういう視点というものをですね、もたらしてくれるのがやっぱり地元の人じゃなくて、先ほどのタイラーさんのですね、話の中にいくつかあったかと思うんですね。まさにタイラーさんは外国人の目からですね、戸村上山田の地元学をしているんじゃないかと思いますが、その辺のさらに今後への期待感をお話し願いたいと思います。確かにその、町並みが結局表面で終わっちゃうつつがあるので、なるべくその裏側のところとその本物の生活と触れ合えるのがポイントで、うちのやってる町歩きツアーの時に、戸村上山さんの人の特徴はあのお土産屋さんがないんですよ。僕の温泉地とか観光地でもお土産屋さんいっぱいあるじゃないですか。もう蓋開けてみると販売してる石のものはメイデンチャイナのエドキティのものばかりじゃないですか。で、逆に戸村上山の特徴は味噌蔵、温泉街にはある、あの川桜のカノニ屋さんを食ってる温泉がある、まんじゅう屋さん、おっちゃ屋さん、そういう専門店が結構多いんですよ。うちの町歩きその時は、そのオーナーさんたちと実際お話しして、まんじゅう屋さん毎朝5時起きてやってるんですか、すごい、もう海外でこういう家族経営な小さい工房がもうみんな企業化されてて、僕生きてるのがないんですよと。で、その方々の思いを聞いて結構感動するんですよ。もうあるアメリカの旅行会社の方が視察に来てる時に、もうそうやって自分たちの手で物を作っている小さな家族経営のところと出会えて人生が変わったって言ってましたぐらいに、その表で終わらないように、その生活の変な話、匂いを噛むような、ところを紹介すれば、絶対その観光客も喜ぶし、で地元の人たちもその喜びを見て自分たちも嬉しいと思うんですよ。はい、ありがとうございます。その観光という要素の中でですね、やっぱりその買い物というのは大きな要素なんですね。そしてその買い物をする商品というものは、その地域のですね、まあ、街並みの中から生み出された個性豊かなものであること、これが一つ。それからそこで食事をするというその土地の料理ですね、こういうその買い物、土産、食事というようなものもですね、街並み保存をしていく、活用していく上で非常に大きな面だと思うんですね。そういう点で岩本さん、ぜひアドバイスをお願いしたいと思うんですが。はい、そうですね、本当に現地消費学の中でもやはり今言った買い物、食事、土産っていうのはすごく大事で、特に食事などはやはりその地域ならではのですね、郷土食っていうのはやはり、食べたいっていう旅行者の意欲もありますし、特にインバウンドであればですね、なおさらこの地域ならではの食に対する価値っていうかですね、をすごく分かっていただける中で、皆さん求めています。そういう中ではやはりこの地域のですね、ストーリーをきちっとですね、やはり地域の皆さん、住んでる人たちも語れるようなものを作り上げていくとすごく大事かなと思っております。
やはり、総理こそこの地域の源泉になるのかなと私は思っていますので、そういう中で先ほど言った買い物、食事、土産も大事なと思います。以上です。はい、ありがとうございます。土産、食事、そして買い物の中に地域にストーリーを作る、物語を作るということは、そこに地域の人々の心や生活が見えるっていう、この辺がやっぱり大事なところだなというふうに思うんですね。それでは最後にですね、5分ほどになりましたので、ここから会場からですね、パネラーに示して説明、質問していただいてもいいですし、全体的な話で、こんな点というふうに会場からご意見を伺ってですね、それをもとにした話をしたいと思います。じゃあマイクをお願いしたいと思いますが、どうでしょうか。どこからでも結構ですので、いかがですか。安住さんから来ました、とどりと言います。今日回ってみてですね、うちの住んでいない家がありましたよね、4軒ほど。しかも有名な物件の前ですね。でそういうところ、いわゆる安住のもね、2200軒ほど空き家があります。それをいかに守って、それを利用して何とかしていこうという気持ちがあるんですけども、大きないろんな観光地の中でですね、誰も住んでない、もうほとんど壊れかけてなっているような空き家があるということはですね、非常に来る人たちにとっては何これっていう世界だと思うんですね。でそれをいかに県や町やこの地域の人たちがそれをなんかお土産店のように改造するとかですね、都会から人たちにそれを利用させていただいて、そこに、いろんな人たちを招き入れるということが大事だと思います。もう一つはインバウンドの人たちのところに、ガイドが説明をするにあたってですね、意味がわからない、どうやって訳していいかわからない。例えば、同窓人で、私は同窓人にすごく説明するんですが、同窓人は才能神と言います。そういう、なんでそういうのか、なんて訳していいのか、英語はベラベラなんだけれども、そういうことができないという経験があるわけですよ。だからそういうことを共通してお互いに勉強し合って、いろんなことを教えていただいて、それを生かして、英語のできない人間と一緒に、それ英語ができるような人たちと一緒に歩いて理解していただける。例えば今特に外国の方がいらっしゃいますのでね、そういう人たちに私はどういうふうに思っていらっしゃるのか、それから店の中に入るのに怖いって言うんですよ。何を売ってるか分からない、何をしていいか分からないところに入りづらいということになりますよね。だそういうことも一緒にやっていかないと町の中の活性化にならないわけですよ。だから今お土産店のことで言われましたけれども、お土産もいわゆるその店がもう高齢化になって店を閉めてしまうわけですね。で新しい人たち、今私は呼んでいます。都会の人たちを来ていただいて、軒下の方でちょっとしたカフェをやるようにしてます。そういう人たちが増えてきたんですが、それを仲人してもらって、 NPO なんかに仲人していただいて、その人たちにその店を紹介したところにやってもらうような、そういう方向性というのも定まらなきゃいけない。初めの特にいろんなこと言って申し訳ないんですが、非常に交通が不便ですね。全て車で動かなきゃいけない。お土産がいくらあってもそこに車で行くことができない。で今バスをやろうとしますけれども、そういう町と全体、市や県の方と一体になって、そういうことに協力して、一つの町の中で心の通いうような行政と一緒になって、インバウンドの人たちを受け入れられるような、そういう方向性というのをちょっと皆さんからはちょっと浸透いただければと思ってます。はい、ありがとうございました。要は今空き家の問題は充電圏地域でもやっぱり大きな問題になっているんですね。高齢化、少子化、そして世帯交代というのがうまくいかないというところで大きな問題になってますので、その辺の問題を加山さんと藤原さんからちょっとお話を願いたいと思います。お願いします。はい、では私の方から。今の会議所、町との会議所の中でですね、空き家見学会っていうのをやりまして、それでいくつか物件を用意して、それを SNS 等で発信するとですね、結構東京とかいろんなとこから若者たちが開業したいということで見に来るんですね。で今日は町の、ね、駅前で一箇所この来年の4月にオープンするっていう物件が見たかと思うんですけども、あそこもですね、やっぱり5、6件の空き家見学会をやっていただいた中で、あそこすごく気に入っていただいて、その後大家さんと交渉して最終的にあそこを開業する形になったんですね。
ですが、やっぱ物件アクセみたいな、ここにこういう物件があるよと、でそれに対してどうでしょうかっていうふうにこうアレンジしていく、そういうコーディネートできる団体が必要、またまた人物が必要かなっていう感じはすごく受けてますね。でそれはうんと努力して若い人を引き込んでもないとなかなか難しい部分もあるから、そんな感じでます。石原さん、お願いします。私どものところにもですね、空き家は出ております。出てますけども、スマホの場合にはね、充電券の指定家屋についてはね、非常に難しいという問題と、これを修理しようとするとですね、原則的には、区体は構わない、屋根だとか壁だとか柱とかいうのは構わないというのは鉄則ですから、図面を出してですね、どういうふうに集計するかというのは非常に難しく、なおかつ学校の先生たちの入った審議会でもってチェックしてという話になりますから、時間とですね、お金が変わるという状況です。それでその空き家を利用してですね、何か、商売をやろうとすると、一番価格の高いのは、食堂なんかのやる場合にの、保健所のハードルです。それからその場合に売らない、貸さない、壊さないという三原則がありますので、売る場合にもですね、壊す場合じゃない、貸せる場合にも一応私どもの損害する会に申請をしてですね、そこでチェックして、その次に保存審議会にかけるということをやっていますので、ハードルが高いということと同時にですね、あそこでもって非常に、大掛かりな商売をやれば別ですけども、小さな商売だと、経営できないという状況ですね。家族経営なら、その場合には家族経営で成り立っているというのがあるんですけども、そうじゃなくてですね、一軒借りるあるいは買うことをしてですね、それで利益を上げて提出していこうとすると非常に、ハードルが高いという状況になります。松代のようにいっぱいいいものがあってですね、その中にいろいろなその空き家等もあるという状況だと思うんですけども、そういったところもですね、いろいろなところをチェックしながら、あるいは補助金だとか、あるいはそこに入ってくる人も問題なんですよね。その人によって、商売のために地域の絆が壊されちゃうということがあるものですから、そういうのをきちんとチェックできることができるかどうかということとですね、その後の場合には一応受け皿としては私どもが、受け皿になっております。で、今自分たちが持っている、あるいは寄付をしてもらった等々がですね、6件管理しているのが2、3棟あるんですけども、それでも手がいっぱいになっちゃってるけども、財団というのも貧乏な財団のものですから、そんな手広くはできないというのがあってですね、空き家に対しては非常に頭の痛いところです。なおかつ貧乏な町ですから、町がね、お金を、その文化財等にお金をかけたがらないんですよ。これが一番の問題だと私ども思っておりましてですね、指定物件等に関しては国、県、町、個人がそれぞれですね、決められた負担割合を持って負担をしながら集計をするということ、修理をするということをやっていますので、町がその腹積もれていないとですね、対象物件がどん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 溜まっていってしまうという状況もあって、しんどいところだなというふうに危惧をしているところです。なんとか、まあ冗談じゃないですけども、宝くじの10億が当たってですね、それで今待っていけばいいななんて夢思ってるんですけども、そういった修理修繕に関する金の問題は非常に難しいということで、皆さんの理解がないとですね、やっていけないという状況であります。中野さん、お願いします。今先ほどのご質問の中に、今日歩いた中の空き家物件というのがちょっと目立ったということをおっしゃってたんで、そこの部分は地元でも非常にですね、前から長い時間かけて何とかしたいなと、行政の方でも非常に努力していただいているんです。で、この度地元のですね、各団体が共同でもって、市長さんの方になったならないかというご相談に伺うような段取りはしているわけですけど、まあかなり大きな物件なんで、なかなか簡単にはいかないな。で、どのようかしているってことだけちょっとお伝えしておきたいと思います。はい、はい、じゃあ最後にですね、インバウンドの問題がありまして、せっかく歴史的な街並みを訪れて外国の人が来た場合にですね、その土地の歴史や文化や民族や伝統というものをいかに分かりやすく外国の方にコミュニケーションを取るか、平さん、ぜひ知恵を教えていただきたいと思います。
まずその、お土産店にお客さんが何があるかわからないで入れない問題で、それを解決する秘密があります。免税店に登録することというのは、入り口にビューティーフリーってタックスフリーって書いてあれば、メイクンって言っちゃうんですよ。あ、ウェルカムっていう意味ですね。うちの所神山までで、本当にちっちゃなこう DIY 的なホームセンターみたいなお店があるので、登録してくれたんですよ。そしたらお客さん、意外に包丁買いたいとか、お寿司セットとか、鉄瓶とか、あ、こういうところあるよ、なおかつ、免税店になってるよって、そしたら、うん。でもう一つ、増殖時、実は私の最近ツアーの時に当然あるので、それを紹介するんですよ。でどういう紹介する仕方かというと、まあ、ちょっとこれもちょっと来てない話ですけど、まあ、亀山田はバーのスナックの店多いので、そういうところの一つの問題は、酔っ払ったおじさんたちが街で立ち止めするじゃないですか。でそれを防ぐために壁に鳥の絵を描けば、いくら酔っ払ってもそこでおしっこしないじゃないですか。で、道宗寺は昔山賊がいたので、いくら意地悪の山賊でも道宗寺もいたところは意地悪はしないっていうふうに説明するんですよ。で、これは 今新しい道を作るときに道宗寺なんて立ってないじゃないですか。ここあるってことは相当古い道だよとか、そういうふうに説明するんですよ。それで結構外国の方が理解してくれるんですね。ご参考にありがとうございました。ヨーロッパの街並みを紹介して、教会はあってもですね、人々の生活の隣に神と仏がいる、これが日本の街並みの特色なんですね。本当はもう少し話したいんですが、時間が来ましたので、ここで司会者の方へマイクを渡したいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後になりますけれども、来年ですね、小諸でフォーラムを行う予定になっております。でそのフォーラムの代表になってますけれども、荻原さん、お願いいたします。あ、どうしますか、そこに行きます。皆さんこんにちは。小諸から来ました。皆さんご存知でしょうか、小諸から今日は3名が来ております。今年本当は小諸で10月10日ですけど、フォーラムをする予定でしたが、やっぱり小諸でやるフォーラムはこの信州街並み ネットワークだけではなく、街並み全国街並み連盟の上信越ブロックという結構広いところから人を集めてやる会にしたすることになっていたものですから、ちょっと新潟の方やそういう富山の方が来るのは無理っていうことがおっしゃったので、小諸では今年はやめました。でその代わりもうこの素晴らしい今日会ができてよかったなと思っておりますけれど、来年なんとか、街並み、信州の歴史的街並みフォーラムの2回目、そして、全国街並み連盟の上信越ブロック、大会っていうのを同時開催ということで小諸でやらせていただきたいと思っております。ぜひ来年よろしくお願いします。ちょっと小諸のことを言っておきますと、小諸はご存知かと思います、ご存知ではないかもしれませんけれども、城下町とそれから古い商家がたくさん並んでいる本町、市町という通りがあって、本陣、脇本陣、そういうものが残っております。そういうところが非常にだんだんやっぱり衰退してきて、大きな商家が残っているんですけれども、それをどう、そこにもう高齢者の方がお一人で住んでいて、でその相続ができたらもう壊されちゃうんじゃないかという、結構ギリギリの危機的な状況じゃないかなと思っております。でそれをどうしていったらいいのかっていうのは、私たちは今私は NPO 法人小諸町並み研究会で、もう一つの会としては本町まちづくり推進協議会というのがここに2つの会が加盟しておりますけれども、力を合わせて観光局も一緒に古い建物で空き家になっているところとか、それから貸せるところとかっていうのを探して、なんとかさっき
お話出てましたようなマッチングをしていきたい。でまずはお片付け、今週ももう彼女と一緒にお片付け隊で古い建物の中のお片付けしまくっていたんですけれど、まずお片付けがもうできない空き家もありますし、相続が出たらすぐにこう不動産屋さんが入って建物の価値がないからとりあえず潰しないみたいにしてすぐ潰されちゃうというところにさっとこう NPO が入って、いかにそれを残していくか、でまた新しい方でさっき言われたようにどんな人が来るか分かんないって、まあ、小物の言葉で来たりっぽなんか寄せつけたくないみたいな、そういう保守的なところもありまして、そういうのをどういうふうに NPO とかまちづくり協議会が間に入っていい方に住むんじゃなくて、やっぱり商店街ですから、街道ですから、店とか宿とかそういうのをやっていただく、しかも町のことを一緒に考えていただけるいい方にどう入っていけるかっていう仕組みを NPO 等で作っていくっていうのをまさに今年、まあ、やってますので、来年何かその一つでも成果がお見せできればいいなというふうに頑張っていきたいと思っております。ぜひ来年は小諸においでくださいませ。ありがとうございました、最後になりますけれども、今パネリストの皆様方はこういう壇上でございますけれども、最後に拍手を持ってご覧になってください。じゃあ以上をもちましてですね、閉会の質疑に入りたいと思います。今閉会の挨拶をですね、小諸小諸町並み研究会事務局長であります荻原さんに、お願いしてます。お願いします。今一応この信州歴史的町並みネットワークの 副会長を会長が藤原さんで、副会長亀山さんと私でやらさせていただいております。今日は本当に天候の悪い中、皆さん大勢の方が集まっていただきましてありがとうございました。本当に午前中の見学会ではもうあまりに素晴らしい歴史施設を見て、来年小諸でやるのが怖くなったというくらい素晴らしい見学会ができました。そして後半の方では先生の宮下先生の基調講演、並びに4人の方の事例のお話、それからパネルディスカッション、なかなか素晴らしい会になって関心良かったなと心から思っております。はい、で町並みネットワーク、歴史的町並みネットワーク、昨年発足したんですけれども、これからどうやってやっていくのか、今参加されている皆さんの団体プラス結構私がいろいろ周りで勧誘すると、もっと入りたいけど様子見てるみたいな方も団体もありますので、あそこに入るといろんなことが分かるよっていうような会になっていくといいなと思って、私も何か一緒に力になれればいいなと思っております。皆さんもぜひ今後ともよろしくお願いします。最後に本当に今日開催こぎつけていただきました夢空間の田山さん、伊田さん、それから、松代の皆様、それから長野県の建設課のご担当の皆様、どうもありがとうございました。皆さんもう一度拍手で。ということで、この会をご視聴させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ以上をもちましてですね、信州の歴史的町並みフォーラム2020信州松代を閉会させていただきます。本日はありがとうございました。